どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、これ動画の画面と声が合ってないです。はい、ちょっとね、理由はなんですけれども、まあ、今日はあの午前中あのお昼ぐらいに1本動画上げて、で2本体制にしたんですけども、ちょっと1個ずつがですね、あのボリュームが少ないというか、あの軽い内容なんで、ちょっと2本行こうかなと思ったんですけれども、ちょっとですね、あのこっちの動画のやつ、あの音声トラブルで音声が全く取れてなかったんですよ。でちょっと取り直すこともできなくて、でちょっとあの声を後から入れてるっていう状況になって、なんでちょっと画像と声が合っていないんですけれども、よろしくお願いします。で話したかったのが、以前30センチキューブ水槽を紹介した時に、後ろのバックボードっていうか、背景を何もつけないで透明なままにしたんですけれども、そのバックボードがダイソーにいいのを売ってるよっていうことでコメントいただきまして、あ、いいじゃんと思って、でしかも置くだけでいいっていうことなんで、もう早速ちょっと買いに行ってきました。はい、でそれをこれから出しますよっていう動画なんですよ。これね、45cm×30cm、 もうね、水槽の幅と瓶のやつ、45センチ水槽ね、それとあともう一個、30cm×30cm のこっちは白色ですね、ホワイト、スポンジシート、これ買ってきました。なかなかね、いい。まあただね、色がね、黒と白と、あとピンクとかやっぱさすがに使えなかったから、まあこの2つがいいかなと思って買ってきました。ね、これで100円ですもんね、なかなかいいなと思って、ではちょっとね、早速これを水槽に取り付けていきましょう。で先に30センチキューブ水槽の方に白いホワイトのボードを取り付けているところです。本当に置くだけでやっているんですけれども、どうですかね。まあ、今まではね、その後ろの木目が映ってたんですけど、白いいですよね。配線とかも見えなくなったし、なかなかいいですよねって多分言ってますね、今これね。ベタがちょっとビビってますね、急に変わったから。で次は黒い、ボードをこちらの、45cm×30cm、 奥行きはね 27cm ってやつね、でちょっと取り付けていきたいと思います。はい、で早速取り付け終わりました。こっちはね、黒にしました。全体的に少し落ち着いた色というか、先ほどはね、30センチキューブの方は淡いグリーンだったんですけども、こっちは、少し濃いグリーンの植物が多いので、黒色にのバックにしたっていう感じですね。まあちょっと黒強すぎるかもしれないですけれども、まあ、こうやって並べるとね、なかなかいいんじゃないかと思います。まあちょっと30センチキューブの方はちょっと事故があっちゃって、切ない思いもした水槽なんですけれども、ちょっとまあ明るくやっていこうかなっていう感じですね。はい、いやでもなかなか設置もね、本当に置くだけだったんで簡単でした。しかも変な話、100円だから気に入らなかったら外そうかと思ってたんですよ。なんかあんまりダメージも少なくて済むんで、でもね、思いのほかいいものでしたね。ちょっとね、白い方はね、匂いがきつかったんですけれども、まあそれぐらいですかね。ではですね、お送りしましたのは私、朝日でした。ちょっとお見苦しい点がありましたけれども、ありがとうございました。あとチャンネル登録まだの方、チャンネル登録
ぜひよろしくお願いいたします。はい、では。